皆さん、こんにちは。和歌山県怪談話へようこそ。今日は和歌山県にある恐怖の心霊スポット、雨の森公園をご紹介します。この公園には、過去に起きた恐ろしい事件と、今なお続く怪奇現象が存在するんです。鳥肌が立つような実体験をお届けするので、どうぞお楽しみください。それでは、チャンネル登録と高評価をぜひよろしくお願いします。雨の森公園の怨念にとらわれた魂。実は怪談スタートです。海南市の中心から少し離れた場所に位置する雨の森公園は、一見すると普通の公園のように見える。四季折々の美しい景色が広がり、家族連れやカップルが憩いの時間を過ごす場所だ。しかし、その美しさの裏には暗い過去が隠されている。雨の森公園は広大な敷地を持ち、豊かな自然に囲まれている。大きな池、古びた遊具、そして静かな散歩道が特徴だ。昼間は太陽の光が木々の間を照らし、爽やかな風が吹き抜ける。しかし、夜になるとその雰囲気は一変する。薄暗い森の中からは不気味な気配が漂い、多くの人々が足を踏み入れることを躊躇する。1995年の夏、この公園で恐ろしい事件が起こった。被害者は20歳の女子大生田中美咲。彼女は友人たちとピクニックに来ていたが、夕方になると一人で公園内を散歩していた。その後、彼女の姿は二度と見られなかった。数日後、公園の池の中から彼女の遺体が発見された。首には絞め殺された跡があり、犯人は未だに捕まっていない。この事件は地元で大きな衝撃を与え、公園には呪われた場所としてのレッテルが貼られることとなった。事件以降、公園では様々な怪奇現象が報告されるようになった。夜中に公園を訪れた者たちは、池のほとりで白いワンピースを着た女性の幽霊を目撃することが多いという。また、心霊写真を撮ろうとする者も後を絶たないが、撮影された写真にはしばしば不気味な顔や影が映り込んでいる。その中でも特に恐ろしいのは、美咲の幽霊とされる女性の顔が近づいてくるように見える写真だ。このような噂が広がり、公園は次第に心霊スポットとして有名になっていった。主人公は都市伝説や心霊スポットに興味を持つ若者グループだ。大学生の直樹、彼の彼女のユーナ、そして友人の健太と浅見の4人は、夜の雨の森公園を探訪しようと決意する。彼らは地元の伝説を信じておらず、自分たちの目で確かめたいと思っていた。ある夏の夜、直樹たちはランタンを手に持ち、雨の森公園の入り口に立っていた。夜風が木々を揺らし、かすかな葉音が耳に届く。ユーナは少し不安そうな表情を浮かべていたが、直樹が大丈夫だよ、と笑顔で励ますと、彼女も笑顔を返した。公園に足を踏み入れた瞬間、奇妙な感覚が彼らを包んだ。まるで誰かが見ているかのような視線を感じたが、振り返っても誰もいない。健太がただの風だろうと言って笑ったが、その笑い声がやけに響いて不気味だった。彼らが進むにつれて、徐々に暗闇が濃くなり、道の先が見えなくなる。公園の奥へ進むと、急に冷たい風が吹き抜け、直樹は思わず身をすくめた。その瞬間、背後からかすかなささやき声が聞こえた。助けて。振り返ると、そこには誰もいなかった。浅見が聞こえた。と不安そうに尋ねると、ユーナもうなずいた。突然、健太が見ろ。と叫び、指さす方向に目をやると、薄暗い木々の間に白い影が揺れているのが見えた。直樹がライトを当てると、その影は一瞬にして消えた。ここ、本当にやばいかもと直樹が言うと、全員が緊張感に包まれた。それでも彼らは引き返すことなく、
公園の奥へと足を進めていった。幽霊の伝説を確かめるために、直樹たちは、かつて子供たちが遊んでいたであろう古びた遊具の周りを歩き始めた。ブランコは風に揺られてきしむ音を立て、錆びついた滑り台は月明かりに鈍く光っている。ユーナがあのブランコ、誰もいないのに揺れてると囁いた。アサミは怖がりながらもカメラを構え、何か映るかもしれないという期待と不安でシャッターを切った。公園内を進むにつれ、突然寒気が彼らを襲った。夏の夜なのに、冷たい風が肌を刺すように感じる。ケンタがちょっと待て、これ見てと言いながらカメラの画面を見せた。そこには、異形の顔が薄暗い背景に浮かび上がっていた。眼下が空洞のように黒く、口は不自然に広がっている。これは冗談だろう、と直樹が言ったが、その声は震えていた。さらに進むと、囁くような声が聞こえてきた。助けて、ここにいる。それはまるで耳元で囁かれているかのように鮮明だった。ユーナがもう帰ろうよ、ここ本当にやばい、と言い始めたが、直樹はまだだ。まだ確認してない場所がある、と進み続けた。アサミが突然立ち止まり、顔を青ざめてうずくまった。気分が悪い。胸が苦しい。直樹たちは彼女を支えながらベンチに座らせた。彼女の呼吸は乱れ、顔からは汗が滲んでいた。大丈夫か、とユーナが心配そうに声をかけたが、アサミはただ首を振るだけだった。ここにいるのは危険だ、とケンタが言ったが、直樹はもう少しだけだ、と堅くなに進む意志を見せた。その時、再び囁き声が聞こえた。逃げられない。その声はまるで岬の亡霊が語りかけているかのようだった。突然、直樹の視界が暗転し、1995年の夏の日が浮かび上がった。彼はまるでその場にいるかのように、岬が一人で歩いている光景を見た。彼女の背後から忍び寄る影、そして首に巻きつく冷たい手、岬の悲鳴が直樹の耳に響き渡り、彼は息を呑んだ。何が見えたの？とユーナが声をかけたが、直樹はただ震える手で顔を覆った。その日記には、岬が誰かに追われているという恐怖の記述もあった。毎晩、同時男が私の語をつけてくる彼の目は狂気に満ちている。直樹は読み進めるうちに、岬の怨念がどれほど強いかを感じ取った。これが真実だ。彼女は殺される前に犯人の顔を見ていたんだ、と直樹は言った。怨念が残っているのは、その犯人がまだ捕まっていないからだ。彼女の魂は未だにここに囚われているんだ。突然、周囲の空気が重くなり、霧が立ち込めた。白いワンピースを着た岬の霊が実体を持って現れ、直樹たちに迫った。彼女の顔は苦痛に歪んでおり、その目には絶望の色が宿っていた。助けて、岬の霊が手を伸ばし、直樹の腕を掴んだ。逃げろ、ケンタが叫び、全員が一斉に走り出した。しかし、霊はすぐ背後に迫り、冷たい手が次々と彼らに触れた。公園の出口が見えた瞬間、直樹たちは全力で走り抜けた。後ろを振り返ると、霊は消えていた。彼らは息を切らしながら外の世界に戻り、もう二度と雨の森公園に足を踏み入れることはなかった。しかし、その夜の出来事は彼らの心に深く刻まれ、忘れることはなかった。岬の魂は未だに公園に囚われたままであり、次の犠牲者を待っているのかもしれない。直樹たちは必死に公園の出口を目指して走り続けた。しかし、何度も同じ場所に戻ってきてしまう。どうして出口が見つからないんだ、ケンタが叫ぶ。道はまるで迷路のように錯綜し、彼らは完全に方向感覚を失っていた。ユーナがもうダメ、ここで休もう、と言ってその場に崩れ落ちた。
麻美も疲れ果てた表情で座り込んだ。ここは何かがおかしい。出られないようにしている、と直樹がつぶやく。彼は再び美咲の霊の存在を強く感じ取った。突然霧の中から美咲の幽霊が現れた。彼女の目は怨念に満ち、手には血のついたナイフが握られていた。直樹は勇気を振り絞り、彼女に向かって一歩踏み出した。美咲、君はもう自由にならなければならない。この怨念を解き放つんだ。しかし美咲の霊は答えることなく、直樹に向かってナイフを振りかざした。直樹はとっさに避け、必死に彼女と対峙した。言うなが美咲、私たちは君を助けたいんだ、と叫ぶが、彼女の言葉は虚空に消えた。美咲の霊は次々と襲いかかり、直樹たちは絶望的な状況に追い込まれた。霊の力が強まり、彼らの身体が重くなる。麻美がもう無理、と涙を流しながらつぶやく。健太も恐怖に顔を歪めていた。逃げろ、みんな、直樹が叫び、全員が再び走り出した。しかし、出口は見えない。霊のささやき声が次第に大きくなり、頭の中に響く。逃げられない。永遠にここにいるんだ。直樹はもう限界だったが、必死に希望を捨てなかった。数ヶ月後、直樹たちは何とか雨の森公園から脱出したものの、その経験は彼らの心に深い傷を残した。直樹は夜ごとに美咲の夢を見て、目を覚ますたびに汗だくになっていた。優奈も同様に、不気味な現象に悩まされていた。家の中で異常な寒気を感じたり、誰もいない部屋でささやく声が聞こえたりした。健太は一度、鏡の中に美咲の顔が映り込むのを見て、恐怖で凍りついた。もうやめてくれ、と彼はつぶやくが、その声は誰にも届かない。ある夜、直樹は再び雨の森公園の夢を見た。彼は公園の中をさまよい、美咲の霊と再会する。君を救いたいんだ、直樹はつぶやいたが、美咲の顔は怨念に満ちていた。君たちはまだ逃げられていない、美咲の声が響く。目を覚ました直樹は、これが終わりではないことを悟った。雨の森公園の呪いはまだ続いている。彼は再び公園に行く決意を固めた。その先に何が待っているのかはわからないが、怨念を解き放つために立ち向かう覚悟を決めた。そして雨の森公園は今もなお、その暗い過去と怨念を抱え、次の犠牲者を待っている。恐怖は終わらず、怨霊は静かに笑みを浮かべているのだ。皆さん、今回の和歌山県の雨の森公園の心霊探訪はいかがでしたか。次回もあなたの背筋を凍らせるような恐怖のスポットをご紹介しますので、お見逃しなく。チャンネル登録をしていただくと、新しい動画をすぐにチェックできますので、ぜひ登録お願いします。それでは皆さん、おやすみなさい。いい悪夢を。